目白市の車でございます。午前1時50分ですか。バグある買い取らさせていただいたんですけども、ベルトが泣きますんで、車検も12月に切れるということで、どうしようかなと思ったんですけど、業者オークションでお別れさせていただこうかということになりました。エアコン入れてないと泣かないって言ったんですけどね、エアコン入れてなくても泣くようになっちゃって、オート入れると虫の鳴き声が増える感じでございますかね。ワゴン R といえば伝統のこの中に何かお宝入ってないかシリーズですけど、今回はティッシュボックスと雪道臨時用のチェーンがですねあるぐらいでございました。とは言ってもやっぱりもうこの方って大好きなんすよね。いろんな思い出がいっぱいありました。お車ですから13万7千なんて余裕ですかね。あーいいですね、虫の鳴き声が。このエンジンの安定感、 K6 へツインカムターボ。でもグッバイって出ましたね今ね。たまには業者オークション ね。最近鉄の価格が高騰ということで、もうすごい落札保証というのがあるんですけど、高くなってるんで出しちゃったんですけど、なんとですね、昼間出しにこれを来た、積載に乗せたまま来たら鍵がなくしちゃってて、で鍵がないから出せないですよねって、あじゃあ事故現状で鍵なしで出していいですかなんて言ったら、いや鍵がない出品は今日空いてるやつでしょっていうね、そんなことでもうどうしようどうしようって、やっと鍵見つけまして、これだけのために届けに来たんです。というのはオークション会場でフォークリフト使わせていただけたので、営業時間内でそれまで無事間に合うことができま、下ろせたんですね積載から。でもまた取りにまた持ってくんだったら、じゃあね、さ鍵取りに行ってまた持ってくれば終わりだったんじゃないかなっていう、いやいやいやそんなことないですということで、今日は星がカメラで映りますよねこれ。埼玉県さいたま市岩槻区笹久保神殿、星がちょっと暗いですけどね、見えない。無事にオークション会場の出品で来週の火曜日の線に間に合いそうです。ありがとうございました。